本日ご参列いただいておりますご来賓の皆様を代表いたしまして、元詫間町町長小原勘之助様よりご挨拶を頂戴したいと存じます。ただいまご紹介をいただきました、この詫間レールパークができる頃に町長をやっておりまして、それからずっと共に歩んでまいりました小原でございます。本当に今日はこんなに大勢の愛好家の皆さん方に日本中からおいでいただきまして、惜しみながらもその評価を大きくしていただきながら庭園ができますことを私は本当に嬉しく思いますとともに、感無量でございます。当時のことをちょっと振り返ってみますが、レールパークという言葉は馴染みが薄うございました。アメリカにはあることを聞いておりました。で、JR 東海さんがその計画をされたのに、この地域だけでも数箇所が立候補されました。まず身延線、それから信楽焼、東海道筋はべったりでございました。それから私ども飯田線では詫間町が立候補しました。で、当時の静岡県知事が斉藤さんでして、斉藤さんにまずお願いをして、なんとか詫間に引っ張ってきたいと、その基礎はあるのかという質問がありました。物理的には実に幸いなことにあったんですね。皆さんのあの後ろに鉄橋がございます。 B 型鉄橋、あの鉄橋は詫間ダムができる頃の流れでありまして、詫間ダムは当時道が狭くてですね、資材は運べなかったんですね。それで飯田線を補強することによって詫間ダムの大きな資材を運んで完成したんです。で、この天竜川を渡ることが問題でしたが、この引っ込み線を使いましてですね、向こうまで品物をいろんな資材を持ってったんですね。そしてここにある広いところは当時の物資を全部こう詰め替えする、そういう場所でした。で、こういう広い場所がありましたので、幸いなことに物理的にはありますと。からもう一つは、やはり東海道筋ではあまりお客さんが電車を使わずに行っちゃいますが、飯田線ですとある程度皆さんが沿線を楽しみながら料金を払っておいでいただけると、 JR にとっても詫間にとってもいいではないかと、こういう話をしましたら、よしよかろう、俺も一生懸命運動してやるということで、当時の JR の社長さんでいらっしゃいました今相談役の須田さんのところへ、まあ本当に私も一生懸命誘致で、通いました。しかしちょうど須田相談役は当時からこの辺のことを非常にあっちりに詳しいことと、それから非常な深い理解と、それから英断でもってここの場所を決めていただきました。本当に私はその時感謝しました。これでこの地域も本当に恵まれるようになるだろうなと喜びいっぱいでございました。本当にありがとうございました。で、当時本当にその飯田線、それからこの地域は疲弊しておりましたが、皆さんのご支援のおかげでこの詫間レールパークが日本中に発信をしていただける、そういうこの道筋ができましたので、いろんな方々、大勢の方々にこの詫間にも来ていただける機会がたくさん増えまして、この辺の盛況繁栄にはどれほどこのレールパークが尽くしていただいたか、私が言葉で語るのでもございません。その頃私は大変レールパーク好きでありましたので、日曜日のある日レールパークへ来ましてですね、電車の片隅でそっとこう見ておりましたら、初老のご老人がですね、椅子に座りまして、電車の椅子に座りまして、そして背もたれにこの頬をこうつけましてですね、頬ずりして、そして撫でてみえるんですね。この方はこの電車によっぽどこの思い出が深いんだろうなと思って見ておりましたが、思い切ってその初老の紳士のところへ行きましてですね、この電車に何か深い思い出がありますかと私失礼ながら聞いてみました。そしたらニコッとお笑いになって、実はね、僕は終戦で兵隊から帰ってたんだよ、その時に復員する電車でこの電車に揺られて国境まで帰ったんだ、あの頃は混んでおって天井屋根ですね、屋根まで乗る人持ったんだよ。で、泊まるべき、もう焼け野ヶ原でひどかった。しかし、ここまでよく俺も日本も来れたもんだと思って、感慨無量だよって言って、
おられました。この言葉を聞いて私は、ああデルパークをここに誘致してここに作ってよかったなというように本当に自信を持ちましたし、考えもまたそこで一生でございました。よかったと思いました。ところで私はデールパークの意味というのは二面性があると思います。一つは物理的な、いわゆるハードの面ですね。もう旧国鉄時代から日本がずっと培ってこられましたこの電車のメカ、皆さんはもう本当にこのメカには詳しいことと思います。これは世界に誇るものですね。このメカを何とかして古いものを明日に残していけなきゃならない。でこのことは非常に大事なことだと思います。一つの大きなこの交通文化の財産だと思いますね。これを残すということの一つ、それから今一つはですね、先ほど申しましたようにソフト心の面ですね。やっぱり電車を通じまして、あの頃お母さんに初めて手を引かれて電車に乗ったんだよという、そういう思い出とか、また遠足の思い出とか、いろんな思い出を乗せて走ってくれたこの電車に対する私たちの心、思い、このソフト、この両面がですね、このデールパークの中にはあると思います。しかし私は最近考えましてですね、このまま置いといてこのいいのかな、やはりこのメガはこのまま置いとくとですね、風雪にさらされて錆びてしまうと鉄則になってしまう。そうするとこのメガというものは永存できない。しかしこれはなんとか守らなきゃならんということを私は常に心配はしておりました。そこで今 JR さんの方から、実は博物館の中に入れて永久保存するよというお話がありまして、私は本当に寂しいけれども、ぜひそうしていただきたいと、そういう気持ちでいっぱいでございました。このメカを何とかして永遠に残していくということ、これは大事な一つの仕事でございますと同時に、この心の問題もありますので、ここの私たちが持っている、おそらく心の方で見えている方も大勢いらっしゃると思いますが、その心も何かこれからつながっていけるようなことを考えていただけるとありがたいと思っております。私はこの夏にですね、夫婦で、実は信州を電車で旅行しました。そうしますと、つつうらうら電車でおりますとですね、佐久間デールパークのこの宣伝が、いわゆるポスターがずっとハリミングされておるんですね。それを見まして、ああ18年間こうしてデールパークは全国の JR さんの各駅の各裏でですね宣伝されておったんだな、ここに佐久間デールパークを通じた佐久間の発信になったんだな、これは待てよと、これは計算してみたら宣伝費に換算したら天文学的な数字じゃないかなと、18年間の数字は。そのことを思うにつれ、私はこの夏にですね、本当にもう一つ感無量になって JR さんに本当に心から感謝を申し上げなきゃいかんと思います。本当にありがとうございます。そういった意味でこのレールパークを通じて、本当にこの地域を、飯田線を、佐久間町を発信させていただきました。本当に心から感謝を申し上げます。まあ、これからでございますが、博物館の方で永久保存していただけると、メカもそのまま残っていくということでございます。私はぜひ JR さんにお願いしたいんでございます。これは鉄くずとして見るものではなくて、走る状態でぜひ永久保存していただきましたら、世界に誇る博物館の文化財になると、このように思います。そしてもしも JR さんがそれもよかろうということでございましたら、1ヶ月の1回ぐらい飯田線のこの中天竜の駅までですね、名古屋発中天竜まで1回目はこの電車を走らせる状態で保存していただいて、走っていただきますと、またこうしておいでいただくマニアの方々がここで見ると違って、実際に乗って楽しみ、そして降りて写真を写して楽しみという、そういう二重の楽しみがあります。で、この技術的なものは、ハードなものは博物館で守れる、私どもの心はこのずっとそういうことによって永遠につながっていくということで、ぜひ私は提案いたしますが、そのようなことに持っていっていただきましたら、みんなの息が上がると思います。そしてどうぞ将来ともこの佐久間をお忘れにならないようにですね、電車と同じようにこれからも可愛がっていただきたいと思います。本当に長い間皆様方にはありがとうございました。心からご愛顧を感謝しまして、お礼の言葉といたします。ありがとうございました。